はい、皆さんこんばんは。今日の動画はね、ちょっとちゃんとしたアングルで始めなくて申し訳ないんですけれども、なんでできないかっていうと、まあ自分の部屋がこんな感じでね、すごい荷物でいっぱいに、なっているんですけど、この荷物なんだっていうと、今日手がこう祖父母の家、Vlog 見てくださってる方は分かると思いますけど、こう福島に祖父母の家があってよく行ってるわけなんですけれども、まあ引っ越すってことで、引っ越すって言ってもちょっとね、そこの、祖父母の家が古くて、ちょっとね、新しい、近くの新しいアパートに引っ越すってだけなんですけど、そう引っ越しするために物置をね、整理してたんですよ。で、今日ね、今日福島に行って物置の整理を手伝ったんですが、その時にね、結構ね、まあ、いろんなね、良さげなものっていうか、骨董品が出てきてね、いろいろね、骨董品かわかんないですけど、それっぽいものが出てきて、結構持って帰っていいよってことなんで、かなり持って帰ってきて、もう段ボールがね、5、6個で細々としたものがいっぱいあって、結構ねまだ使えそうなものとか良さげなものをね、結構もらってくることができたので、今日はね開封動画、これ何個開封しないといけないのかわかんないんですけど、とりあえずね開封動画を撮りたいと思います。まあアンボックス&レビューチャンネル、まあそのアンボックスにね適した動画だと思うので、まあ、このチャンネル用にねこれだけのものを今からね開封していこうと思います。まあ長い動画にねなってしまうかもしれないんですけれども、まあ一応こう下の概要欄のところにリスト作っておくので、で多分ねタイムラインのとこにもそのなんかくくりみたいなのがつくと思うので、ぜひそれも利用して、ご視聴ください。はい、ということで、動画を撮っていこうかなと思っております。ということでね、まあ、結構ね、いろいろぐちゃぐちゃに入っているので、ちょっとわけわかんないですが、まあ、段ボールごとに開けていこうかなと思っております。よし。まず1個目。意外と入んないな。ちょっとね、アングルが、ちょっとね、こんなにね、でかいものを大量に開けるように、作られてないんで、ちょっとアングルとか照明とかがちょっとおかしいかもしれませんが、それはご了承ください。あとこれね、これ押し入れ整理した時のビデオと Vlog 概要欄にリンク貼っておきますので、その様子を知りたい方はぜひね、そのリンクから、見てみてください。ということで、見てわかる通りコップが多いんですよ。コップとかグラスとか、ビールのジョッキとか、そういうのをが多いんですよね、見たところ。それが3、4箱近くあるので、グラスが中心になるかなということです。もう一個一個語りながらねやっていくつもりなので、この動画も長くなること承知でやっております。はい、ということでいきましょう。まず照明ですよね、課題は。よいしょ。申し訳ないですね、照明本当悪くて。じゃあまず1つ目、一番絞りの味わい、それはラガー、キリンラガビール、一番絞り。あんまお酒わかんないですけどね、未成年なのでまだ。こんな感じのやつ、まあこれにお酒とか入れるんでしょうね、飲まないからわかんないですけどね。勘違いしないでほしいのは、お酒は自分飲みませんからね。ていうかまだ未成年だから飲んだらやばいので、お酒は飲みません。これただもらってきてるだけであって、お酒は飲まないので、まあそこはね。でこのね、結構ねペアであるんですよね、これ。まあ一つものもあるんですけど、ペアであるものも結構あります。結構汚いですよね、こんな感じ。なんか螺旋状でにくぼみが入ってるっていう感じのコップですね。まあ普通かな。でこれなんだ、虹グラスプレゼント。へえ、なんかすごいパッケージからもう昔の、ザ昔のパッケージって感じですよね。すごい、あれアイスコーヒーのグラス。へえ、こんな感じでね、製品表示がねこんな感じで書いてありますね。へえ、こんな感じで、どこのメーカーなの？ネスカフェだ。ネスカフェじゃないわ。ネスカフェはあれか、商品名か。ネスレ。ネスレだからコーヒー。アイスコーヒーを入れるボトルっていうか、グラスですね。
コーヒー用のグラスです。おお、クレマトップ。なんかサインが入ってる、なんだろう、なんか特殊なやつ、特殊っていうかこう誰かのサイン入りのカップですね。結構シンプルなカップですけど、こんな感じですね。虹が書いてあって、ま、これもなんか似たような、これもネスレの箱、これ空き箱がね、なみなみグラス、これもなんかクレマトップっていう、なんだろう、クレマトップってなんだろう、商品名かな。これもコーヒーを入れるやつですね。これも品質表示みたいなのが書いてありますね。なみなみグラス開けていきますか。同じようなやつかな。ちょっとすごいね、汚れが。汚れがすごいけど、これはなんか、あ、さっきのはなんかここが、なんか丸くなってるけど、これは普通になってないやつ。クレマトップベストコーヒードレッシング。これもなんかサインが入ってます。誰だかわかんないですけど、見てわかる方いらっしゃいますかね。サインが入ってます。よし。戻しちゃうか。戻していっちゃいますか。よいしょ。おう、うん。コップが多いとね、これ結構持って帰ってくるのもね、割れないか。気を払いながら持ってきたので大変だったんですが、まあ、なんとか割れたものは多分なかったんじゃないかなと思います。あと、よいしょかな。キリン長で、あ、同じやつか、さっきのと。あ、そうですね。キリンラガビール。と、ディズニースペースグラス。って思いますね。ん？すごい、なんか、なんだ？蓋がついてる。蓋、え？どうやって取るんだろう、これ。取り方がわかんない。ディズニースペースグラス。今、キリンレモン、キリンオレンジに一つ、一ケースに一つこのグラスがついてます。どうやって外すのこれ。すごい、なんか、なんだろうこれ。なんか入ってる。あ、ストロー？ストローが入ってる。どうやって開けんのこれ。あ、普通に引っ張って開けんのか。キリンレモン。へぇー。こんな感じで星型の、なんか蓋がついてる感じのやつですね。で、これももう一つペアで入ってます。そうですね。じゃん、グラス、クラブライフグラス、ブレンディ、ブレンディはコーヒーですね。コーヒーのメーカーか。カフェリゾート、景品みたいですね。カフェキャフェカンシャイン、キャフェサンシャイン、なんか作り方が書いてありますね。なんか商品があるんですかね、このキャフェサンシャインっていう。よいしょ、景品って書いてある。おお、ロゴっていうか、なんかいい感じのデザインが入ってますね。こんな感じの。ウィンドスーパーフリートワン。こんな感じのデザインのカップですね。これもね、ペアでありますね。一見ね、これ量が多いように見えて、結構ペアであるものが多いので、まあ、数、種類的には2分の1なのかなっていう感じですね。どれですかね。ブレンディ口づけグラスプレゼント、アイスでも美味しいブレンディ、いい、美味しい上に届きやすい。あ、なんかこういうやつがあったんですね、多分。このなんだ、このコーヒーのなんだ、あのインスタントのやつが、これ用のコップってことですかね。すごいな、口づけグラス。あ、
そうか、なんかここから飲むって感じです。ここから飲むと口づけになるみたいな、そういうやつ面白いですね。ペアじゃないのかな。あ、あったあった、ピンクいのがあった。これ同じ、何が違うんだろう。あ、ちょっとここの形が違う。このキスマのデザインがちょっと違うのがね、入ってましたね。よいしょ。で、ユラリンコグラス。ディズニーのやつですね、これミッキーが書いてあって。東京ディズニーランドにキリンビール株式会社が参加します。1983年、あ、びっくりした。ん？そうなのか、1983年、うん、にディズニーランドができて、その時からってことですか。すごい、そしたら40年ぐらい前のものってことになりますけど。おー、いいですね。キリン、レモン、ミッキーの絵柄が描いてあるやつ、いいですね。星がこう描いてあって、可愛いデザインのやつですね。これがですよ、めちゃくちゃあるんですよ。ほら。よいしょ。見たところなんだっけ、この、なんだっけこのキャラクターは、なんだっけ、忘れちゃった。うん。なんて言うんでしたっけこのキャラクター。あ、これミニーか。あ、違う、ミニーだったわ。なんか、違う。なんか動物かと思った。ミニか、普通にミニでしたけど。ですね。この2種類があるみたいです。このディズニーランドとこのキリンビルのコラボ商品みたいなやつです。ごめん。どこに置いとくかが問題だな。多分こんな使わないもんな。一人暮らしするときに持ってったらいいけど。そしたら食器棚とかが多分あるからいいんだろうけど、今どこに置いたかは問題ですよね。 T シャツグラス、これもあれかな、キリンレモン。もうね、これね、ホコリがやばくても手がカサカサになってきてるって、結構ね、ホコリがもう箱全体についててやばいんですが、すごい、なんかここの蓋が、おー、なんかミッキーの顔がこんな感じになるようになってますね。飛び出る。お、面白っ。 T シャツの形になってる。え、こんなことできるんだ、すごいっすね。どうやって作るんだろう。へえ。お待たせ、出てきたディズニースペースグラス。なんか赤いやつですね。うわ、もうここが、ここにだもん。シェイク。これもネスレのグラスですかね。おぉ、シェイク。ウィズネスレ。シェイクっていうなんか、シェイクってなんだろう、わかんないけど。振るっていうこと違いますよね。なんかこんな感じの細長くて、下、なんか土台がしっかりしてるみたいな。シェイク。シェイクグラス無料プレゼント、数に限りがあります。よし、これ一箱やっと終わりましたよ、これで。ほら、よし、じゃあ2箱目ですよ。これやばいんです、ちゃんと。あ、やべ。ディズニーのグラスがいっぱい入ってて、まあ、見ていただいたら今分かったと思うんですけど、これまだまだあるんですよ。ディズニーとキリンビールがなんかコラボしたやつの景品が大量にあります。もうこれはいいでしょ。ユラリンコグラス、ユラリンコグラスありすぎ。お見せできる、これユラリンコグラスが大量にある。
これ数えてみるか。これで全部。だから合計だと、8、これで10個。16個ある。で、このね、ミッキーのやつが、これ10個、8個、8個なのかな？4、5、8、だから8個、8個で、だからこのね、ミッキーとミニーのペアが8つあるってことか。すごいな。使い道がねえかもな、こんな。16人も家に来ることないし。来ても4、5人だもんな。とりあえずでもらってきちゃったけど。よいしょ。まあでもあってもいいかもしれませんね、グラスは。で、またディズニー系が。T シャツグラスがあったよ。T シャツグラスが2つ。だから今で、もう1個あるのかな？ 3 つなの。今のところ3つ。よいしょ。あと、口づけグラスがもう1個。黄色い方1個しかなかったけど、ペアになりましたね。T シャツグラスがある。まだあって。でもこのミッキーの T シャツグラスと、このドナルドの T シャツグラスがあって。ミッキーのやつなんか3つなんですけど、ドナルドのやつは4つある。こっちも開けてみますか。こっちもなんか、箱の蓋のところなんか、なんていうんですかね、こういう、切れるようになってて、立ち上がるようになってて。ここがなんか、T シャツグラスのドナルドバージョン。です。汚いなぁ。洗うのも大変そうだわ。あ、違うわ。ミッキーもなんか、2種類ある。なんか2種類ある、ミッキーの、これ。パッケージの色が違うだけか、もしかして。パッケージの、あれ？さっきの全部ドナルドだったの。パッケージの色が違うだけかもな。で、またディズニー系がある。置くとこがない。よいしょ。ディズニー系がまたあります。このミッキーのオットットグラス。オットットってお菓子ですよね。あの、それのグラスってこと？どういうこと？オットットを買うとついてきたみたいなやつですかね。おー、なんかこんな感じで、何かっけかわかんないけど。で、キリンレモン。へぇー。なイラストが入ってますね。イラスト入りのグラス、おしゃれですね。ミッキーがこう、なんか、塗装してるみたいなグラスです。こっちも同じかな。なんかいろんな種類があるみたいですね。あ、これがなんか、食器持ってるみたいな。そういうデザインのやつですね。これが2つ。これでペアなのかな？で、これあれだ。なんだっけ。キャフェサンシャイン。これが3つある。で、2箱目終了。よし、じゃあ、3箱目。よいしょ。これがね、よいしょ。またグラスなんですよね。これちょっとヤバめなのは、後にしといて。今度はね、パッケージじゃなくて、段ボールに詰まったカップがいくつかあるので、見ていきましょう。なんだろう。トポギギオ。キャラクターっすかね？のコップ。どこに置いとくか、これ。こっちの箱に入れとくか。よいしょ。で、なんかこの星、うわ、かびてるな、これ。星が書いてあるグラス。カビカビ。あ、またキリンレモンのグラス。ちっちゃいな。なんか、何でしょう。
しょうね。日本酒とか入れる花柄のグラスです。同じか。そうですね。あ、違うわ。これなんだろう、アサヒスーパードライのグラス。ちっちゃいよ、ちっちゃい。ザグラスフォースーパードライ。カビてるけど。エビス、エビスビールのカップ。なんかこんな感じでちょっと、なんですか、こう、内側に向かって曲がってる。お、東方バンク、東方銀行のカップですかね。これは、今出てきた、トポギーヨ。そして、あ、3箱目ラスト。これさ、新聞とかいつのなんだろう。あ、でも分かんない。今日再梱包したから最近のやつかもしれませんが、新聞いつのなんだこれ。あ、2021年だから今日包んでるやつだと思いますが、困ったコアラくんの巻。なんかサントリーアデ、よくわかんないですね。昔のやつですかね、これも。一応3箱目終了したんですが、あ、違うわ、まだこれあった、これがあったんですけど、すごいなんかぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、これちょっとどうしとくかが問題だな。これなんかほぼ在庫。Dハイグラス、でっかいハイボール。へえ。こうウィースキーサントリー、ウィースキーサントリー。へえ。これなんか在庫であるよ、よっぽど買ったのかな。へえ。ん、ハットオンってなんだ、ハットオンってなんだろう。ちょっと開けてみますか。本当に在庫だな。ディハイグラス。あ、わかった。これここに、なんていうんですかね。このビールかハイボール、ハイボールか、ハイボールのボトルの上にここ丸く穴開けて。スポット上にかぶせられて、この状態で、あの、販売できるってことですよね。なるほど。よいしょ。おぉ。これ新品だ。完全に新品。サントリーウイスキーアンケート、このアンケートに答えてくださいみたいなのと、そうですね、ウイスキーサントリー、まあこれシールになってますけど、ウイスキーサントリー、これ新品のボトルですね。でもちょっとここにやっぱ中入ってますね、まあ、しょうがないですけど、ウイスキーサントリー。お酒飲めたら面白いですけどね。よし、これが6つ入ってます。在庫なのかね、やっぱり6つ入ってますね。よいしょ。いや、置いとくとこが大変だよ、これ。よいしょ。で、終了か。さあ、箱今終わりました。これ、こんなにどうなるの、入ってたの。で、4箱目が遠い。よいしょ。だんだんグラスじゃなくなってきた。はい、この中グラスかな。レモン、プルコレモン、プレゼントタンブラー、プルコレモンのタンブラー、か
カビてますけど、これ洗えばなんとかな。やばい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 、なんか指で取れたから気持ち悪い。まあ洗います、洗ったら取れたんですよ。これがペアで、プルコレモンのタンブラーがペアで入ってました。そして、あ、これまた入ってた。わ、これさっき3つになったのがこれで2ペアになった。ブレンディーのキャフェサンシャインで、あ、これもさっきあったね、ニジクラスプレゼント、このクレマトップってやつ。やっぱね、ペアですね。なんか一個ものだと思ってもどっかにペアがある。春一番クラスサントリー、ん、あ、なんか違うのが入ってる。これも関係してるやつ。あ、なんかピンクいから桜なんですかね。これで葉っぱのあれが彫ってあって、あ、これが本当のやつか。そうだね、ここにイラストも貼ってて、これが桜グラス。若干ピンクいの分かりますかね。うん、若干ピンク色、ここら辺に向かって。だからこの桜一番っていうビールがあるんでしょうね、こう春季限定の。これを飲むためのグラスってことですかね。これもなんか1ダス買うと1つ付いてくるみたいな、そんな感じのやつですかね。こう書いてありますね。うん、うん、そうですね。サントリー、これもね、結構ね、貴重なやつであると思いますけど、使い道があるかは微妙っていう感じです。すごい、ディーハイグラス、また同じやつかな。パッケージがちょっと違うけど、もうちょっとでかい、ちょっとでっかいディーハイグラスと、これもなんかフェアっぽい。もう一個あった、この桜グラス、桜一番グラスがもう一個入ってて、冬物語 The Winter's Tale。 へえ、これ何の冬物語って製品があるんですか。生ビールか、やっぱビールか。わあ、白クマが書いてある。なるほど、こんな感じで。で、これなんか単品で入ってたグラス、これありましたね、なんかネスレのあれですね。いや、さすがにコップ飽きてきたな。なんだ、白い箱に入ってて、地ビールって書いてあるな。米久御殿場高原の地ビールのグラスですかね。これもね、なんか無地の箱もう一個あるけど、これもペアになってるのかな。そうっすね、この御殿場高原のジビルのグラス。よいしょ、いや、すごい量だな。分かってたことですが、すごい量。あったね、おっとっとグラスがもう一個入ってる。よし、生身で入ってるのはこっちだな。よいしょ、で、なんだろう、なんか日本酒のやつっぽ。お、なんだこれ。おー、なんかいいやつじゃないですかね、これ。安全証って書いてあって。なんかお酒飲むやつですよね、これも。うん、サインこれ。誰かが作ったやつなんですかね、これ。貴重な感じ。で、こんな感じですね。ご挨拶、どっかの呪楽浮世特利、ちょっと読み方わかんない、どっかに泊まった時の、この呪楽なんとかっていうところに泊まった時のやつ。あ、書いてあった、ホテル
飯坂温泉か。ホテルなんだろう。これで呪楽なんですかね。ホテル呪楽。飯坂温泉のホテルに泊まった時の記念品。お、すごい。あれじゃないですか、これ。お酒継ぐやつ、ここに入ってて。わかんないですけどね。多分そういうやつじゃないですかね。おお。すごいですね。こうなってるってことですよね。おお。すごいな。で、あ、いいな。特製ミニトレー、ネスレのゴールドブレンド。今ゴールドブレンドお買い上げの方に1枚もれなく贈呈中。クッキーやナッツを入れてコーヒータイムにシャレた輝きを添えてください。へえ。これおつまみを置けるってことですよね。これは使い道あるかもな。これ結構コーヒーと一緒にね、なんかつまんだりするので、ちょっとかすっごいな、カビがすごいですけど、コーヒーと一緒にこれね、なんか置いて食べたりはできますね。お、いいな、これなんかね、コーヒー飲むとき普通になんか食べ物ティッシュに置いて食べたりしてたので、これいいかも。使えそうです。これはなんか今まで出てきたので一番使えそう。よいしょ。グラスは、あ、なんだろうこれ、なんかこの不透明のグラスが出てきた。なんだろうね、こんな感じのデザインです。ケーキとか書いてありますね。でもちょっと生身で入ってたグラスが、あ、これもなんかデザインは違いますけど、ペアのやつですかね。うん。そしてエレンディコーヒーパーティー、マグカップですね。マグカップが入ってました。これ使えそうだな。結構量が多いから使えそう。で、これもなんかさっきのやつですね。で、グラスっぽいのが出てきた。無地のグラス。あ、これ無地のグラス。よし、この箱目終了。でね、ちょっと置き場所に困るぜ。身動きがね、取れなくなってしまう。うわぁ、どうなんこれ。下。よいしょ。疲れた。それでね、今ね、大体箱物は終了です。次にね、細々としたものがあるんですが、ちょっとそれがね、ちょっとこれ足元がやばくて先に進めないな。よいしょ。ちょっと避けます。しばしお待ちを。よいしょ。なんかすぐやね、これ真っ端にするつもりだから。あの10秒であります。ではないかもしれない。おお、写真立て。おお、すごい高級そうなやつじゃないですか。これは写真立てです。なんだろうね、結婚式のお返しみたいな感じですかね。これちゃんとこの木の土台もついてて、箱は終わりです。すごいです、写真立て。木の土台がこんな感じでちゃんとね、ちゃんとした土台が木ですね、ついてます。中子とかより違うな、祝い品じゃなかったか、普通に買ったやつか。すごいな、これガラスですよ。うわ、すごいな。なんか撮った写真とか入れといたらかなりおしゃれなんじゃないですか。ああ、こんな感じで入れるんだ。なるほど。硬いですけど、
まあ、こんな感じで入れるってことですよね。でこっから写真が見えると。へえすごい。本当にガラスになってますね。怖っ。怖いよこれ。はめちゃっていいの？お。うわすごいな。高級なやつですね。高級なやつです。すごい。しまっとこう。やばい。すごいのをねもらってしまったな。てか割れ物ばかり。置くところがないですね。あのコップとかも食器棚とかがあれば置けるかもしれませんが、これもないんでね。よし、写真撮ろうね。よいしょ、あ、グラスが余ってた。なんだ、ペアポット、これ一つでペアになってることですか。アイスコーヒーさっと溶けるマリーム。マリームっていうあのお酒じゃなくてコーヒーのボトルですかね。いろいろ使い道、いろいろペアポット、組み合わせられるとこですかね。こんな感じの六角形八角形のボトル、これが二つ入ってるってことか。こんな感じで組み合わせられるってことなんですね。あ、すごい。へえ、これはすごいね。面白いですね。あ、こんな感じで噛み合わさって。すごいね。こんなぴったりできるもんなんだ。ペアボトル。ペアポット。すごいですね。へえ。面白いです。で、あ、これのペアが見つかった。あのさっきの赤いボトル、これのペア。そしてですよ、なんか高級そうなやつがあるんですよ。じゃん、銘皿。すごい、木の箱に入った高級そうなやつなんですか。すごくないですか。これちょっと開けてみますね。本当に木でできた箱に入ってます。おお、こんな感じですね。蓋ね、箱からすごいな。でこんな感じで包まってて、あーすごい、すごいっす。これお皿、なんかこう絵が描いてあってシンプルな感じの差ですね。ほら、余計な装飾がなくて形自体はシンプルっていうお皿が入ってます。全部見てみますか。何枚入ってんだろう。おお、これは同じやつですね。6枚入ってんのか、これ。ちょっと出しにくいな、これ。じゃあ4枚か。じゃあデザインがもう一つあるってこと？おお、花。まあこれも花か。あ、違う。違うんだ、これとこれ。よく見たら違うデザインが。全部違うんだ、じゃあ。あれ？ 2 枚入ってるの？ 5 枚入ってる。あ、違う。あれ？あれ？ 5 枚か。5枚か。おー、全部デザインが違う。これも、なんか芸術品っぽいですよ、これ。よし、あれ。すごい。すごい、これ。一つ一つデザインの違う皿が入ってましたね。芸術品みたいですよ、これ。
見たいっすよって分かんないですけど、芸術品みたいっすね、これね。しまっとこう。これ、しまるのも大変だな、これ。これ、重ねるしかないよ、今ちょっと。後で、かたしときます。いや、これ絶対いいやつだな。もうね、食器じゃなくなってきました。じゃん。あ、これ食器かもな。じゃん。オードブルみたいな。チラシ寿司とか、なんか、お菓子が入ってるような、でっかい、器。あれか。あの、なんか、酢飯みたいなの作るときのやつかね。寿司に使う、こう、ご飯と酢、こうやってやるやつみたいな。お、祝いが書いてある。祝い、なんかの、祝いでもらったやつなんですかね。すごいツルツルしてて、こんな感じのなんか皿、オードブルみたいな皿が入ってましたね。次は何だろう。しゃぶしゃぶ鍋。読めないの達筆で。へえ。特厚26センチ。やぶ、あ、違う、しゃぶしゃぶ鍋。1200円って書いてある。どういう形なんだろう。美味しく健康、スタミナヘルシー。お、新品じゃないこれ。新品。ちゃんと袋に入ってますよ。おー、新品っぽい。すごい、ちゃんと木でできた蓋が入ってますね。おお、ちゃんと木でできた鍋蓋と。お、すごい、ガチのやつじゃないですかこれ。おお、すごい、すごい。これを火にかけてここでしゃぶしゃぶをするってこと。いや、もうしゃぶしゃぶやったことないですけど、すごいですね、これはね。おー、なるほど。すげえ。しゃぶしゃぶこれやりたいっすね、これね。うわ、いいわ、これ。これはね、使い道ありそうです。今度しゃぶしゃぶでもやってもいいかもな。今度焼肉じゃなくて、一人しゃぶしゃぶでもやろうかな。いや、一人と言わず、誰か誘ってやろうかな。いいっすね、これね、しゃぶしゃぶ鍋。これは使い道ありそう。でもどこのやつですよね、これね。なんか、このね、こんななんか、作ってるところですかね。ちょっとそこはよくわかんない。よいしょ。で、もう一つなんか、調理系がある。ヤックン。これね、燻製っぽいやつかなと思ってるんですけど、これ200円、バザーかなんかで買って、うわ、いや、これ、もうビニールがもう劣化してます。やばい。袋に戻せないね。ほら、これで破れるのおかしいもん。ビニールがもう劣化してる。うわ。あ、でも、物はいいよ。物はいいし、ゴミ箱が遠い。物はいいっすね。どんな感じで使うのか、あ、下からこう火にかけるんですかね。本当にしゃぶしゃぶか。しゃぶしゃぶじゃないわ。燻製か。燻製なんかわかんない。今めっちゃいいのとしたな。ふっくらテイスト。これもなんか袋入ってて。これが蓋か。ふっくらテイスト。ややーやっくん。芋焼き器。芋焼くやつか。へぇー。これ嫌な音がしそうだ。あ、やべここが取れた。待って、使い方書いてない。どうやって入れるんだろう。
そこ抜けるのかもしかして。そういうわけでは、あ、もしかしたらそこが抜け、あ、抜けた。どうやって使うのかがいまいちわかんないな、これ。あ、そこから入れるのか。うわ、おお、これで、やべ、鳥肌立ってきた。難しいな、これ。芋焼き器か、使う機会があるかが微妙。ああ、ちょっと難しい。やべ、取れなくなった。ダメだ、これやばい、取れなくなってきた。取れなくなりました。使い方分かってないとダメだな。これさ、もうちょっと押し込めばあの溝に入るはずなんだけど、ダメだな。あ、すいません、こんな取ります。蓋はちなみにこんな感じでハマるのか。今なんか蒸すやつですかね。あんま品質は良くないな。まあ、なんか機械があったら芋焼くことってあるか。でもまあ機械があればちょっと使ってみようかと思います。よいしょ、次これ、これもビニールがやばいですが、出来心。よいしょ、フルーツリー、普通スフルーツリカメーカー、なんかね、なんだ、ジュースを作るやつみたいですよ。あのフルーツとかを潰して、こんな感じでね、一周イラストが書いてあって、フルーツ理科メーカー出来心、こんな感じで説明文が書いてあって、ホワイトリッカーっていうのがあるんですかね。昔のやつでしょうけどね、もう。それを入れて、お好みの材料を入れる。へぇー。今年加熱します。潰すやつじゃないじゃん。加熱するだけか。加熱が終わったら、はい、フルーツリカー。フルーツリカーの出来上がり。お酒作るやつかな？フルーツを使ってお酒を作るやつですかね。へぇー。これも新品じゃないですか。あ、新品だね。こんな感じでプラスチックの蓋がついてて、すごい、これ貴重じゃないですか、この時代の。いつだか分かんないけど、この新品の、よいしょ、新品の家電。うわ、これ大丈夫なのかな、燃えたりしないよね。出来心。お、怖いな、これ使う。はい、取ろうか、これが。これダイヤルがついてて。2回。違う、L か。ニカール。ニッカル。ニカール。出来心。フルーツメーカー。お、外れる。お、あ、これがなんか釜？釜っぽいやつで、ここがヒーター。それを入れて、でここにフルーツとそのなんかホワイトなんとかって入れて、これ蓋してやるってことですかね。これタイマーで加熱するってやつか。へえ。なんかデザインがおしゃれかな。昭和感がすごくて、お、説明書も入ってますよ。ちょっともうなんか湿気でしわくちゃになってますが、すごいな。日本景気と株式会社って今もあります？出来心、出来心、リカーライフブック。リカーっていうのがお酒なんですかね、わかんないですけど。
あ、お酒ですね、やっぱりね。なんかそのなんかそのリカっていうお酒かなんかのあれが書いてあって、こうフルーツによってあの味が変わるってことですかね。使い方がここに書いてある。出来心は正しく使いましょう。すごいね、なんか文字の書体がもうザ昔っていうザ昭和っていう感じですね。相当古いとこれは。いやーこれ使う機会わかんないですけど、これ大丈夫か、コードがなんかやばいぞ、ちょっと怖いですね、これ使うの怖い。今度はな、家族いるときにやろう。ちょっと燃えたら怖いから。入んなくなるパターン、まさか。よし、今度だ、これは。今度、まあ、機会があればやってみよう。入んなくなった。まず何がある？これがあった。これね、普通の電気スタンドに見えると思いますが、じゃん、赤外線ランプで見たいですよこれ、ね、赤外線みたいです。うわ、使えるのかなこれ。なんかね、でも結構スタンドとしてはいいデザインで、ここちゃんと鉄の素材になってて、ここがボタン、でこう首は自由に動かせるようになってて、ここがトップのところがステンレスでできてて、これすごい、赤外線ライトなんてあるんですね。赤いんですよ、本当に。真っ赤。ちょっとこれね、気になるんで、つけてみましょうか。でもね、何を使うんだろうな、ぜひ。ほんと怖い。これ、いつがオンで、いつがオフか分かんないタイプのスイッチだな。怖え。爆破しないから怖い。はい。これじゃなくて。え、怖いな。お、ついてる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 、やば。え、見ちゃダメか、見ちゃダメなのかな、赤外線って。赤外線って大丈夫なのこれ、ちょっと怖いわ。じゃあやめとこ、肌の色当てちゃいけないやつかもしれない、わかんないわ。ちょっとやめとこ、怖い。うわっ、てか何に使うの赤外線ランプって。日焼けとかするのかなこれで。え、怖い、やめよ、やめよ。え、でもこれあれですよね、あれが知りたい、この口のところ。あ、熱いよもう、怖いね。これ口のところがさ、あれだったら普通のランプが入るから、それだったら使いたい。ちょっと待って、あれだわ、熱い、これちょっと使っただけで熱いのが怖い。これね、 E26 の後継のあれが入るからやってみたい。そしたらね、スタンドちょうどもう一個欲しかったので使おうかなと思ってます。これ LED ね、 LED です。これはハマる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 、これ使えるじゃん。あ、使えるじゃん、これ使います。普通に LED として、 LED っていうかこうデスクの照明として使おうと思いますね。デザインは好きですよこれ、シンプルで。よし、なんで赤外線ライトなのかわかんないけど、普通にね、あの LED、 あのスタンドとして使えたので、これは使い道ありです。これすごいっすよ、大丈夫。そして謎にこれももらったんですよね、奈良と、なんかちっちゃいのとちょっと長いのと、これちょっとここにかけてあるんですけど、なんと白虎灯が眠ってたということです。結構でかい、こんな感じでね、ちゃんとここから抜くことができて、あ、やべ、
こんな感じの刀もあるんですよね。これ何使ってたのか分かんないですけど、刀ももらいましたね。なんか使わないってことだったのでもらってきました。琵琶湖刀1本と奈良刀ちっちゃいの中2本、こんな感じで壁に飾ってあるだけですけど、特に使い道はないですよね。ということで、まあ段ボールとかはここら辺にちょっと格納してありますね。まあコップなんかはいずれね使うことはあると思うんで、なんかあってもね困んないと思うので、まあコップね取っときたいと思いますね。はい、ということで結構ね、あの照明大丈夫かな、押し入れ、あの底畑の押し入れをあの整理したら結構ねいろんな骨董品やらゴミやら空き箱やら出てきて、ちょっとね面白かったね。それはね、後日どうだろう、どっちがこの動画でどっちに先がなるかわからないですけど、フードアンドトラベルの方に、まああのね祖父母宅でね引っ越しする時のまあ過程っていうか、それ何本かに分けてアップしていこうと思うので、押し入れ整理する時の動画まあ多分アップすると思うので、ぜひそちらの方ご視聴ください。あのね概要欄にフードアンドトラベルチャンネルの概要欄、リンク、チャンネルのリンク貼っていくので、ぜひそちらから飛んで、ぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。